小さい頃から線の表現みたいなのは好きで、例えば音楽の授業なんかで教科書を立てて歌ってるふりしながら書いてて、先生に何書いてんのって言われて笑われたりとか、そういうことありましたね。少年を虜にした線の世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は版画家二階武博。京都精華大学を卒業後、数々の賞を受賞する版画家。そんな彼が手掛ける作品、それは無数の線で紡ぎ出される機械と命。自分がまあそういうメカニックのものが20代の時好きだったっていうのもあるんですけど、最初はバイクの作品だったんですね。でそれがなんかこう肉体と融合していって作品になっていくみたいな、なんでこんなイメージが出たんだろうっていうのも自分でもちょっと分かんないとかあるんで、どん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 変化しながら、まあ、線がこう密度ができてくっついていくようなイメージでしたね。密集する無数の線でイメージを現実に。それは線をより美しく見せるためにたどり着いた手法。小口木版っていうのはその輪切りにしたその面を直接使うんで、まあ、繊維がぐっと凝縮した年輪の部分を扱っていくんですね。で、硬いので普通の木版みたいにサクサク彫れるものではないので、やっぱり細い線をすごい得意とした技法ですね。時に細く、時に太く、こうして描かれる躍動感。それはただひたすら刻み込むことで生まれた命の鼓動。人間ってその頭で考えてるイメージはぼーっとしてるんですよ。それをやっぱり自分の体を通して出すから形になっていくので、それはイメージが線だけで表現される瞬間。本当に線と点でするだけの世界なんですごい制限は、技法の制限はすごい強いっていうか、だから好きなだけじゃなくてやっぱり一番美しいと思ってますね。これは飽きないですね。今もなお線に魅了される版画家、そんな二階武博のブレイク前夜。なんか多分一生やっても多分たどり着けないものがあると思うんで、ワクワクするというか、苦しいんだけどワクワクするみたいなところがあって、まあ、ちょっと、まあ、病的な世界でもありますよねそういう意味では。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は人形作家亀井淳のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。